续来讨论这个跟随耶稣。では引き続き、イエス様に従うということについて討論をしたいと思います。刚刚有提到说跟随耶稣当时有两种不同的情形。イエス様に従うというのは、二つのパターンに分かれると先ほどお話しました。如果我们再从福音书里面来看。福音書の中から見ると。有这么多人来跟随耶稣。こんなにも多くの人がイエス様に従っています。大概有四种不同动机的人来跟随耶稣。大きく四種類の動機が違った人たちが神様に従っています。哪四种人呢？ではどのような四種類の人なのでしょうか。我们先来看马可福音的第一章。まずマルコによる福音書の一章。32節到34節。32節から34節まで。马可福音书的第一章32到34节。マルコによる福音書の31章32節から34節まで。32節。32節。天晚日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的来到耶稣跟前。33节。33節。合成的人都聚集在门前。34节。34節。耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他。这里有记载，耶稣他天晚日落的时候，ここにおいては日が暮れた夕暮れなり日が沈むと書かれています。然后他就到房内要做休息啦。まあ、このイエス様というのは休む時間になりました。那结果就有人带着一切害病的人。しかしここにおいては人々は病人や悪霊に疲れた者をみんな連れてきたと。还有被鬼附的人。そして、そうですね、悪霊に取り憑かれたもの。他们就来到耶稣的跟前。イエス様のところに来たのです。然后三十三节这边就记载。33節ではこのような記載がされています。说合成的人都聚集在门前呢。こうして町中の者が戸口に集まったと。所有的人都来耶稣的门前呢。すべての人がイエス様の御前に来たのです。那这些人。要来看什么？ではこの人たちは何を見に来たのでしょうか？要来看耶稣行神迹嘛？イエス様が奇跡を行うのを見るのです。那有人带着害病的跟被鬼附的人来。では病人や悪霊に疲れた者を連れてきた人がいます。这些人的目的是什么？彼らの目的は何でしょうか？就是要得耶稣的医治嘛。それはイエス様の癒しを得るためです。所以我们从这三节圣经来看。なのでこの三節の聖句から分かるように。这些人会来跟随耶稣。これらの人たちがイエス様に従うのは。他们有一个动机啦。彼らには一つの動機があります。这个动机就是为了病得医治。それは病を癒すことです。有些人是生理上的病。ある人たちというのは生理的な上に置ける病気です。有些人是心理上的病。またある人たちというのは心理上の病気です。所以这里才会记载被鬼附的啊。なのでここにおいては悪霊に疲れた者もいると記載されています。不管是生理上的病或是心理上的病。生理上の病気それとも心理上の病気であったとしても。他们都需要耶稣。彼らはイエス様を必要としていたのです。所以当耶稣来到了这个城的时候。なのでイエス様がこの町に来た時。虽然已经天晚日太阳已经下山了。その時はもう日が沈んでいましたが。也是大家应该要休息的时候了。また人々が休む時間となる時です。但是趁着这个时候，大家都来耶稣跟前了。しかしその時に皆イエス様の御前に来たのです。希望耶稣能够医治他们的病了。なぜならイエス様が彼らの病気を癒すことを願っていたのです。那耶稣也没有给让他们失望啊。イエス様も彼らを失望させませんでした。所以34节这边就记载啊。なので34節ではこのような記載がされています。耶稣治好了许多害各样病的人。イエスはさまざまの病を患っている多くの人々を癒したと。又赶出许多的鬼。また多くの悪霊を追い出された。凡是来到耶稣跟前的人，耶稣都医治他们了。イエス様のところに来た人たちをイエス様は皆癒されたのです。也就是说，耶稣满足了各种不同人的需要。つまりイエス様はさまざまな人の需要を満足させたのです。他生理上有病，患病了，主耶稣医治他们。生理
上におけおいての、身体上においてそういった病気があるときは、他们的心被魔鬼附着了，主耶稣也把他们的心的鬼把他赶出去。また心理、心において、悪霊に取り憑かれたときは、その悪霊を追い出しました。所以我们的主他能够满足我们的需要，需要。私たちの主というのは私たちの需要を満足させてくれます。我们来跟随耶稣。私たちはイエス様に従います。很多人都是为了满足自己的需要。多くの人というのは自分の需要を満足させるためにします。但是如果我们只用这种动机来跟随耶稣的话，しかしその動機だけでイエス様に従うのであれば，我们常常会半途而废了。私たちは途中で諦めてしまうということになってしまいます。有一次主耶稣他医好了十个长大麻风的。ある時、10人の皮膚病にかかった人をイエス様は癒しました。这是一件大神迹啊。これは本当に大きな奇跡です。这十个人不能够住在城里面。この10人は町の中に住むことができませんでした。因为他们不能够跟人同居啦。なぜなら人と同居してはいけない状態だったからです。他们是住在城外面的。なので町の外に住んでいたのです。所以说起来他们真的很可怜。なので本当にかわいそうな人たちでした。身体上有灾病。体の上においては病気があります。长了大麻风不洁净。そして皮膚病にかかったので。清潔ではありませんでした。心理上又被隔离了，又被区隔在外面。また心理的な上においては、町の外において隔離をされなければいけない人たちでした。所以这十个人真的是非常的可怜。なのでこの十人の人というのは本当にかわいそうな人たちです。那他们也看见也听见耶稣的事情。彼らはイエス様のことを知って、ことを聞きました。所以他们也来求耶稣医治他们的灾病。なのでイエス様に対して自分の病を治してくれるように追い求めました。那主耶稣就告诉他们说啊，那耶稣様は彼らに言いました。你们哦去给祭司查看。祭司に対して、祭司に、見てもらいなさい。然后献上摩西所要你们所献的祭。そしてモーセがあなたたちに捧げなければいけないと言われた、祭壇を捧げなさいと。这个意思就是说，你们的麻风病已经得到洁净了。これはつまり、あなたたちの皮膚病は癒されたということを言っているのです。因为麻风病得洁净不是自己讲的。なぜなら皮膚病が癒されるのは自分が言ったからというわけではありません。也不是别人告诉你说你的病、你的洁净就洁净了。また他の人から清められたと言われたら治ったというわけではありません。按照律法的规定。立法の定めによって。麻风病得洁净要由祭司查看认定。皮膚病が癒されたと判定されるには、祭司によって、そのようなことを言いつけ渡さなければいけません。所以主耶稣要他去给祭司查看的意思就是说，祭司要认定你洁净了。なのでイエス様が祭司に見てもらいなさいと言ったのは、祭司から、その病気は癒されたというふうに認定されるでしょうと言っているのです。那他们才能够真正得洁净。そうすることで彼らは本当の意味で清められたと言えます。那麻风病是不能医治的病哦。その皮膚病というのは当時癒されることがない病気でした。一直到今天的医学还是没有办法治的。今日の医学においてもまだ癒されることがない病気です。就好像罪一样。それはまるで罪と同じです。我们身上的罪是治不了的啦。私たちの身の上における罪というのは癒されることはありません。只有天上的神才能够治我们的罪啦。天にいる父。こそが私たちの病を癒してくれるのです。所以麻风病又预表罪。なので皮膚病というのは私たちの罪ということも予表しています。只有耶稣这一位天上真神才能够赦免人的罪，才能够医治人的麻风病。天にいる誠の神イエスこそがこの重い皮膚病を癒すことができるのです。所以主耶稣才会告诉他说：“你去给祭司查看。”だからこそイエス様は祭司に見てもらいなさいと言ったのです。因为他的病已经好了。なぜなら彼の病気はもう治ったからです。主耶稣又告诉他第二件事。またイエス様は二つ目のことを教えました。你们要献上摩西要你们所献的祭。モーセがあなたに捧げなさいと言った祭壇を捧げなさいと。这是感恩的祭。これは感謝の祭りです。感谢天上真神的医治。天にいる誠の神の癒しに感謝する祭壇です。这个也是律法上的规定。これも立法の上における決まりです。那这十个人就去给祭司查看呐、啊。なのでこの十人の人たちというのは祭司のもとに行きました。那当然祭司看了之后，他们十个人就洁净了。もちろん祭司はその十人を見て、彼らの
病気を癒しました。啊，他们也献上摩西的祭啦。そして彼らはモーセの祭壇も捧げました。但是啊，有一件事情发生了。しかしあることが起こりました。我们看路加福音的17章。ルカによる福音書の17章。路加福音的17章。ルカによる福音書の17章。请看15节到19节。15節から19節まで。路加福音17章15节到19节。ルカによる福音書17章の15節から19節まで。内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀与神，又俯伏在耶稣跟前感谢他。这人是撒玛利亚人。17节。17節。耶稣说：“洁净了的不是10个人吗？那9个在哪里呢？”18节。18節。除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神吗？19节。19節。就对那人说：“起来，走吧，你的信救了你。”十个被医治了。十人の人が癒されたのです。只有一个回来感谢神、归荣耀给神呐、啊。しかしそのうちの一人だけが、神様に帰ってきて神様に対して褒めたたえました。啊，所以主耶稣很感慨的说啊。なのでイエス様は本当に感慨深く言いました。医好的不是有十个吗？癒されたのは10人だったのではないかと。另外9个到哪里了呢？他の9人はどこにいるのかと。就对这个人说啊。なのでこの人に対して言ったのです。起来走吧。立って行きなさいと。你的信救了你。あなたの信仰があなたを救ったのだと。这段记载让我们知道两件事情。ここの記載がされていることから私たちは2つのことがわかります。第一件事情。一つ目。为了病得医治的人，病の癒しを得るための人。他们的动机满足了之后，彼らは自分のしたいことが満足させられた後。十个里面只有一个回来跟随耶稣。十人のうち一人だけがイエス様に帰ってきて従ったのです。很多人领受了神的恩典啊。多くの人というのはイエス様の恵みを得た後。病得了医治。そして癒しを得ました。大部分都是那九个啦。もちろん、多くの人たちというのはその9人の結末になります。啊，既然病得医治啦。病が癒されたことだし。好，我就不太需要跟随耶稣了嘛。もうイエス様に従う必要はないと。啊，所以十分之一会回来啦。なので10分の1の人というのは帰ってきます。啊，第二件事情。二つ目というのは。什么才是真正的信心呐、啊？本当の信仰とは何か？不是病得医治这件事情啦、啊。それは病が癒されたということではありません。而是真正继续来跟随耶稣的这种情形。引き続きイエス様に従うというような状況です。因为信心不是一时的。なぜなら信仰というのは一時的なものではありません。也不是短暂的。また短期間のものでもありません。如果我们只是为了病得医治。もし病が癒されることだけのために行ったのであれば。病得医治之后，你还是将来有一天会死掉啊。病が癒されたとて、皆さんはいつか死にます。这个生命是没有什么价值的。そしてこの命というのは何も価値がないものです。所以我们的信心不是一时的，不是短暂的。だからこそ私たちの信仰というのはその一時的なものでもなく短期間のものでもないのです。我们要把这种信心延续下去。私たちはこの信仰を、その永遠に続けさせなければいけません。用什么来延续我们的信心呢？では何をもってその信仰を継続させるのでしょうか？我们要过着跟随耶稣的信仰生活。私たちはイエス様に従う信仰生活を送るのです。所以这个人回来了。この人は帰ってきました。主耶稣就这么宣告说。イエス様は彼に言ったのです。起来走吧。起きて行きなさいと。你的信救了你。あなたの信仰があなたを救ったのです。这种信心是延续性的信心。彼のこのような信仰というのは継続的な信仰です。是由跟随耶稣的信仰生活所建立起来的。それはイエス様に従う信仰生活を送っているかゆえに設立されたものです。这种信心才能够延续到底了。こういった信仰こそが最後まで続くことができるものです。所以我们如果抱着一种为了病得医治来跟随耶稣的人。なので、その自分の病を癒してほしいというような志を持って、神に従う者は。十个当中
会有九个哈，到最后是离开耶稣的。十人のうち、九人は最終的にイエス様から離れてしまうのです。啊，只有一个人能够延续这一份信心，跟随耶稣到底。たった一人がこの信仰を継続させ、イエス様を最後まで付き従うのです。所以，当我们为了病得医治来跟随耶稣的时候，なので私たちが病を癒してほしいと思ってイエス様に従う人であれば、这个并不是错啊。この病っていうのは間違いではありません。99.9% 的人都是这样子的啊。なぜなら 99.9% の人はそのようなことを思っています。但是我们更要追求信心的成长。しかし私たちはさらに信仰の成長も追い求めなければいけません。我们要本着跟随耶稣的信仰生活。このイエス様に従うというような信仰生活を持って。来延续这一份的信心。この信仰を継続させるのです。这个信心对我们来讲才有帮助造就。そうすることでそのような信仰というのは私たちに対して助けがあるのです。不然我们常常没有办法继续跟随耶稣。でなければ私たちはよく継続的にイエス様に従うことはできません。第二种不同动机的人，第二种动机的人。では、二種類目の動機を持った人は。啊，就是为了吃饼得饱的人呐、啊。それはパンを得て、そのお腹を満たしたい人です。我们看约翰福音的第六章。ヨハネによる福音書の六章。啊，请看24到26节。24節から26節まで。约翰福音的第六章。ヨハネによる福音書第六章。24到26节。24節から26節までです。众人见耶稣和门徒都不在那里，就上了船往加百农去找耶稣。25节。25節。既在海那边找着了，就对他说：“拉比，是几时到这里来的？”26节。26節。耶稣回答说。我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因为见了神迹，乃是因吃饼得饱。啊，很多人哦，很热心的来找耶稣，要跟随他。多くの人は熱心な心を持ってイエス様に探、イエス様を探してイエス様に従おうと思っていました。耶稣就躲着他们了。しかしイエス様はその方たちから隠れました。啊，因为耶稣啊，到这里传福音，到那里传福音，四处传福音呐、啊。なぜならイエス様は至る所に行って福音伝道をしていたからです。那这些人表面上看起来很热心，我到这里找，到那里找，找很多地方都找不到。まあ、この人たちというのも表面上から見るととても熱心で至る所に行ってイエス様のことを探しました。そしてそのカペナウムに行ったのです。哇，就在那边找到耶稣了，很高兴。そしてそこでイエス様を見つけたのでとても嬉しく思いました。就对耶稣说、イエス様に言いました。哎呀，你几时到这里来的？いつここにいらっしゃったのですかと。我们找你找得好辛苦啊。私は私たちはあなたを探してとても苦労をしましたと。看起来好像这些人很热心哦。まあ、見るからにしてはこの人たちはとても熱心のように見えます。一定要找到耶稣。必ずイエスを見つけたいと思っていたからです。找不到耶稣哦，不罢手。イエスを見つけるまで諦めませんでした。终于让他们在加百农找到了。そしてカペナウムでイエス様を見つけました。那结果呢？主耶稣就回答他们。しかし、イエス様は彼らに対して答えて言いました。耶稣说：“我实实在在的告诉你们。”よくよくあなたに、あなた方に言っておくと。实在已经不得了了，还实实在在。よくよくと言っているのです。好，表示这件事情很重要了。つまり、このことは本当に重要なことだということをしています。耶稣看出他们的内心。イエス様は彼らの心の内を見出したのです。看出他们啊。跟随耶稣的内在动机。まあ、つまり、彼らがイエス様に従うと思っている本当の目的というのを分かっていたのです。可能人看不出来啊。もしかすると人はそれを 見出すことはできないかもしれません。我们的神是看人肺腑心肠的。しかし私たちの神というのは人の心まで見ることができます。所以人在想什么，别人不知道。主耶稣知道了。人が何を思っているのかを他の人は知らなくても、イエス様は知っています。所以主耶稣跟他们讲。なのでイエス様は彼に言いました。他说：“你们找我不是因为见了神迹。”あなたが私を訪ねてきているのは印を見たためではないと。这个神迹就是指着五个饼两条鱼给
五千人吃饱，还剩下十二个男子的那个神迹了。この印っていうのは、五つのパンと二匹の魚を五千人の人に与え、さらに十二箱残ったというような印を指しています。就是第六章一开始的那个神迹。六章の始めから、話されている、印のことです。这个神迹是要见证主耶稣是天上的这一位神呐、啊。この印というのはイエス様が天にいる神であるということを証ししたものです。若不是神，有谁能够把五个饼、两条鱼变给五千人吃饱，还剩下十二个男子呢？神様でなければ五つのパンと二匹の魚を五千人の人に食べさせ、さらに十二箱残させた、残させるということはできません。啊，但是他们来找耶稣，主耶稣啊，你们不是为了这个神迹，不是因为我是神，你来找我啊？なのでイエス様はこの尋ねてきた人たちに対して私が神だからと言ってきたのではないと。他们看到的不是耶稣啦。彼らが見たのはイエスではないのです。他们看到什么？彼らが見たのは何でしょうか？看到饼，看到鱼。それはパンを見て、そして魚を見たのです。哇，耶稣有这个权柄能力哦，那我们跟随耶稣嘛，吃穿都不用着急了，不用麻烦了。イエス様がそのような力を持っているからこそ、自分たちには食べることも着ることも悩む必要がなくなるんだと思っているのです。所以他们想要来跟随耶稣，是因为耶稣所讲的吃饼得饱啦。なので彼らがイエス様に従うというのは、イエス様に従えばお腹いっぱいに満たされて着るものがあると思っているからです。他跟随耶稣不是承认耶稣是这一位神。イエス様に従うのはイエス様が神であるということを認めているわけではありません。他跟随耶稣是希望耶稣能够给他啊这个属世的利益啦。イエス様に従うというのはイエス様がこの世の中にいる時の利益を与えてくれると思っているからです。哦，只要我跟随耶稣啊，啊，我这个属世上的利益就一帆风顺啊，没有什么问题啦。イエス様に従えば、世にいる間のそういった益を得ることができて、順調に生きることができると思っています。这是当时候跟随耶稣的第二种动机的人哦。これは当時イエス様に従う人の二種類目の動機を持った人たちです。他们也很热心在跟随耶稣啊。彼らもとても熱心にイエス様に従っていました。但是他们跟随耶稣是为了属世上的利益。しかし彼らがイエス様に従う目的というのは、世の中に属する利益を得たいためです。我们请看提摩太前书。テモテの第一の手紙。第六章。六章。啊，请看第五节。6章の5節。提摩太前书第六章第五节。テモテへの第一の手紙6章の5節。并那坏了心术、失散真理之人的增进，他们以敬虔为得力的门路。当时候使徒时代也有很多这种信徒啊。当时の使徒時代というのもこういった信者たちが多くいました。他们是用敬虔，敬虔就是信仰啊，跟随耶稣这种敬虔的生活。まあ、彼らは敬虔な生活、つまり神に従う生活をしていました。哦，敬虔为得力的门路啊，想要得到属世的利益啊。しかし信心を利得と心得るものと。主耶稣有没有能力给我们属世的利益？イエス様は私たちに世に属する益というのを与えてくれる力はあるのでしょうか？当然有啊。もちろんあります。不然怎么会变饼给五千人吃饱呢？でなければ五千人の人にお腹いっぱい食べさせることはできません。所以主耶稣绝对有能力让我们在属世上得到该有的福分跟利益。なのでイエス様は必ず私たちが世の中における益というのを与えてくださる力を持っています。但是这个跟我们来跟随耶稣是为了属世的利益是不一样的。しかし私たちが世の中にある益のために神様に従うというのとは別のことです。啊，如果今天我们跟随耶稣少了这个属世的利益，那我们就会失丧真理啦。もし私たちが神に従うことでこの世にある益を失ってしまうということであればこの信仰を失ってしまいます。因为属世的利益是短暂的啊。なぜならこの世の益というのは一時的なものです。是几十年就过去了。数十年で過ぎ去ってしまうものです。主耶稣赏赐给我们是给我们的恩典。イエス様が私たちにくださるのは恵みです。但那个不是我们跟随耶稣的目的。しかしそれは私たちがイエス様に従うという目的ではありません。是我们跟随耶稣的一个过程。私たちがイエス様に従うという過程です。
所以主耶稣才会感慨啊。なのでイエス様は感慨深く言っているのです。你们是很认真在跟随我，想要找我没有错了。本当に真面目に私を探して私に従いたいという心は間違っています。但是这些人所看的不是耶稣啦。しかしこれらの人たちが見たのはイエス様ではない。他们所看的是那些食物。イエス様が彼らが見ているのは実際のそのものです。因为这样，所以主耶稣才告诉他们。だからこそイエス様彼らに言ったのです。你们找我不是因为看了神迹啦。あなたたちが私を訪ねたのは印を見たからではないと。是为了吃饼得饱。あなたたちはパンを食べるために来たのです。是为了得到属世的利益。それはつまり世に属する益を得たいと思ってきたのです。这个意思不是说属世的利益不重要。まあこれは世の中にある益が重要ではないということを指しています。我们如果没有属世的利益，我们没办法在这里。生活啊、世の中にある益がなければここにおいて生活することはできません。但是不要把属世的利益当成我们跟随耶稣的一种理由而已啦。しかし世に属する利益を私たちが神に従う一つの条件としてはいけません。不然的话我们就跟那些当初跟随耶稣的人一样，是为了吃饼得饱来跟随耶稣的。そしてしまうと当時の人の中でパンをお腹食べたい人と同じような動機になってしまうからです。那当我们在我们的利益上得不到的时候，私たちがこの利益を得ることができない時には、那我们可能没有动力。来跟随耶稣了。私たちはイエス様に従う動力というのを得ることができなくなってしまいます。那我们之前跟随耶稣的日子就变成是枉然，没有意义。まあそうしてしまうとイエス様に従った日々というのは無駄になってしまいます。所以当初主耶稣传福音的时候，第二种动机的人是为了吃饼得饱。なので当時のイエス様に従う2種類目の人の動機というのはパンを食べたい人たちです。第三種動機的人。では3種類目の動機を持った人。我们请看马可福音的第八章。マルコによる福音書の8章。11節到13節。8章の11節から13節まで。马可福音的第八章11節到13節。マルコによる福音書の8章の11節から13節まで。11節。11節。法利赛人出来盘问耶稣，求他从天上显个神迹给他们看，想要试探他。耶稣心里深深的叹息说：这世代为什么求神迹呢？我实在告诉你们，没有神迹给这世代看。十三节，十三节，他们就离开他们，又上船往海那边去了。这里又记载有法利赛人出来试探耶稣。ここにおいてはパリサイ人たちがイエス様を試みようということが書かれています。这些人也想跟随耶稣啊。これらの人たちっていうのはイエス様に従いたいと思っていました。但是他们跟随耶稣的动机在哪里？しかし彼らがイエス様に従いたいと思う動機はどこにあったのでしょうか？在十一节这边就记载哈。十一節で記載されています。求耶稣哈，从天上显个神迹给他们看。天からの印を求めたのです。所以他们的跟随耶稣是建立在看神迹这件事情啊。なので彼がイエス様に従うということは、イエス様の印を見たいということの上に立てられています。圣经说这个是在试探耶稣的。聖書ではこれはイエス様を試みているというふうに言っています。因为主耶稣行神迹有他行神迹的目的。なぜならイエス様が奇跡を行うのは、その奇跡を行う目的があります。他不是为了行神迹而行神迹啦。印を行うがために印を行っているわけではありません。没有达到耶稣的目的，耶稣不会行神迹的。イエス様の目的に達さなければ、イエス様は印を行うことはありません。但是这些想要跟随耶稣的法利赛人，他们就一直想要看神迹、看神迹、再看神迹。しかしイエス様に従うパリサイ人たちというのは、イエス、印を見たいと思っています。所以他们的信仰是建立在耶稣的神迹奇事上。なので彼らの信仰というのはイエス様が行う印の上において立てられています。有神迹就有信仰，没有神迹就没有信仰。奇跡があれば信仰があって、奇跡がなければ信仰はありません。因此要让他们继续来跟随耶稣，要不断的来看神迹。なのでイエス様に引き続き従ってもらうためには印を絶えず示さなければいけません。他们忽略了主耶稣来不是为了行神迹来的。しかしイエス様がこの世に来たのは奇跡を行うためではないということを無視していました。
神迹是为了让我们相信他是救主嘛。この印を行うというのは私たちに彼こそが救い主であるということを信じさせるためです。但我们知道他是天上来的救主，天上来的真神。私たちが彼こそが天にからやってきた誠の神救い主であるということを知った後、神迹的目的已经达到了。印の目的というのは達したのです。所以我们的信仰不要建构在神迹的这件事情上。だからこそ私たちの信仰の目的というのはこの奇跡の上において立てられてはいけません。这个意思不是说教会里面没有神迹啦。これは教会の中において印がないということではありません。而是说我们在跟随耶稣的所有弟兄姐妹。不要再回头去以神迹来成为我们信仰的目的。私たち、主を信じている兄弟姉妹たちが、帰って、神様の印を持って、それを信仰の基礎としてはいけないということです。那就跟当初的法利赛人是一样的。そうしてしまうと、当時のパリサイ人と同じような状況になってしまう。所以圣经说他们是在试探耶稣。なので聖書ではイエスを試みようとしていると記載されています。我们都认识耶稣为救主，为天上的真神呐、啊。私たちはもうイエス様を救い主。そして天にいる神ということを知っています。有神迹没有神迹，不能够再影响我跟随耶稣的一个动机。印あるないかというのは、私たちが神に従うということに対して影響を与えることはありません。如果我们跟法利赛人是一样的，もしパリサイ人と同じような状況になってしまうと、我们的信仰是建立在神迹上的。私たちの信仰が印の上において立てられてしまえば、什么样的动机就有什么样的结果。どういった動機があ、そのような動機があれば、そのような結果を生み出してしまいます。当有一天我们看不到神迹了。もし私たちが奇跡を見ることができなくなってしまった時、私たちにはもう信仰がなくなってしまいます。我们就等于没有办法再跟随耶稣。私たちはイエス様に従うことができなくなってしまいます。因为有一天神迹会结束的。なぜなら、印はいつかなくなります。我们请看马太福音十六章。マタイによる福音書の十六章。马太福音十六章。マタイによる福音書の十六章。请看第四节。四節。马太福音的十六章第四节。马太による福音書十六章の四節。一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看，耶稣就离开他们去了。主耶稣在这边就讲一件非常严肃的事情。イエス様はとてもかしこまって一つのことを言いました。他说一个邪恶淫乱的世代要求神迹。邪悪で不義な時代は印を求めると。除了约拿的神迹以外。ヨナの印の他には。约拿的神迹就是救恩预表的神迹啦。ヨナの印というのは救いの恵みを予表された印です。因为约拿被鱼吃进肚子里面三天三夜嘛。なぜならヨナというのは魚に飲み込まれ、魚のお腹の中で三日過ごしました。后来这一条大鱼又把约拿吐出去了。最后にこの魚というのはまたヨナを吐き出しました。就预表耶稣基督要为我们世人的罪死了，三天三夜再复活。これは、イエス様が私たち世の人のために、三日三夜、命を捨ててまた蘇られるということを予表しています。ローマ書第四章二十五節那边就讲。ローマ人の手紙四章二十五節でも書かれています。耶稣的死是为了我们的过犯。イエス様の死というのは私たちの過ちのためにあります。耶稣的复活是为了叫我们得以称义。イエス様の復活というのは私たちを義と称されるためです。所以他的死是我们的使我们的过犯就解除了。なので、彼の死によって私たちの過ちは解除されるのです。耶稣复活呢是让我们在神面前称义，称义的人才能够进神的国嘛。イエス様の復活というのは私たちを義とさせられ、義とし、そして天国に入ることができます。所以约拿的神迹就预表救恩的一个过程。なのでヨナの印というのはこの救いの恵みの過程を意味しています。所以马太福音十六章第四节这边所讲的。なのでマタイによる福音書の。四章においては、除了约拿的神迹以外，このヨナの証以外には、除了救恩以外啦，そして救い以外には、就再也没有神迹啦，もう何の印も与えられないであろうと、要注意哦，再也看不到神迹哦，何の印も与えられないであろうと。那如果我们的动机只是建立在神迹上，有神迹有信仰，没有神迹跟随耶稣不下去了，那这个时代来了，我们每一个人就完了。もし私たちの信仰が印の上において立てられてしまえば、この印がない時代が来たら、その信仰はなくなってしまいます。那什么时候
会没有神迹呀、啊。ではいつ印がなくなるのでしょうか。他说一个邪恶淫乱的时代。邪悪で不義な時代であると。哦，这个邪恶淫乱是神在定的哦。この邪悪で不義な時代というのは神が定めています。哦，好像创世纪那边记载索多玛为什么被毁灭掉。創世記でソトムの町がなぜ滅ぼされたかと記載されていると同じように。因为这城里面の邪恶淫乱。なぜならその町は邪悪で淫乱だったからです。找不到十个义人呐、啊。そこにおいては十人の義の人と、哦、義なる人というのを見つけることはできません。再没有神迹，神把这个城给毁了。そこにはもう印はなく、神はその町を滅ぼしました。那将来这个世界好像索多玛一样。なので将来的な世界というのはそのソトムの町と同じようです。绝对不会越来越好。どんどん良くなるわけはありません。罪恶会越来越深。罪はどんどん深くなっていきます。邪恶淫乱会笼罩在这个世界上。邪悪と淫乱というのはこの世界に満ち溢れます。到达到神的怒气呀、啊。显明出来的时候，それは神の怒りが表された時まで続きます。再没有神迹了。そしてその時までは印はもうありません。啊，如果看不到神迹，なので印を見ることができなければ，我们跟随耶稣的动机是在神迹上。そして私たちの信仰、神様に従う目的というのが印の上に立てられてしまえば、我们得不到我们所想要的。私たちは自分の欲しいものを得ることができません。我们就再也没有力量来跟随耶稣了。そうしてしまうと私たちはもう神に従う力を失ってしまうのです。所以为了求看神迹的信仰。なので、印を見たいと思って追い求める信仰というのは、相当危险的。これはとても、危ないことです。因为我们今天在信仰里面。なぜなら今日の私たちは信仰の中において。信仰的本质不是神迹啦。信仰の本質というのは印ではありません。哦、神迹只不过是信仰的一个过程。印というのはその信仰の一つの過程に過ぎません。是透过神迹让我们相信耶稣是基督啊。印を通してイエスこそがキリストであるということを信じさせるためです。我们看约翰福音的第四章四十八节。による福音書の四章の48節。约翰福音的四章四十八节。ヨハネによる福音書4章の48節。耶稣就对他说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”哦，耶稣向当时的众人就这样见证哦。当時のイエス様は、その囚人、人々に対してこのように証しをしたのです。若不看见神迹奇事。你们是不信的。あなた方は印と奇跡等を見なければ見ない限り決して信じないだろうと。也就是说，神迹奇事是叫我们相信的。つまり、印と奇跡というのは私たちを信じさせるためです。他只不过是叫我们相信耶稣是主啊。これはイエス様こそが神であるということを信じさせるための手段です。但它不是整个信仰的内容啊。しかしこれはすべての信仰の内容ではありません。是信仰的开始，信心的开始。これは信仰の始まりなのです。哦，但是我们不能够用这个神迹来带领我们整个信仰的日子。私たちはこの印を持って私たちの信仰のすべての日々を導いてしまってはいけません。什么才是我们信仰的本质呢？信仰の本質は何でしょうか？就是真理。それは真理です。神的话。神の御言葉です。所以我们要进到神的话里面来。なので私たちは神の御言葉のうちに入らなければいけません。因为圣经告诉我们。なぜなら聖書ではこのようなことを言っています。神的话就是永生嘛。神の言葉こそが永遠の命です。我们再看第五章的三十九节。五章の三十九節を見ましょう。约翰福音的第五章三十九节。ヨハネによる福音書五章の三十九節。你们查考圣经，因为你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。为什么要查考圣经？なぜ聖書を学ばなければいけないのか？因为我们认为里面有永生啊。なぜならここには永遠の命があると思っているからです。那能够给耶稣做见证的就是这本圣经嘛？イエス様の証しができるのはこの聖書です。所以神的话才是我们信仰的本质啦。だからこそイエス様の言葉こそが私たちの信仰の本質です。我们只有认识神的话。
私たちはイエス様の言葉を知ってこそ、才能够跟随耶稣，才有跟随耶稣的信仰生命。イエス様に従う信仰生活をもたらすことができます。而信仰的本质就是神的话。そして信仰の本質こそが神の言葉です。所以当我们信了耶稣之后，なのでイエスを信じた後、有些人虽然是为了病得医治。ある人たちというのは病を癒されるために、信じます。有些人是为了吃饼得饱。ある人たちはパンを食べるために信じます。有些人是为了看神迹。またある人たちというのは奇跡を見るために信じます。不同的动机有不同的结果。違った動機には違った結果をもたらします。但是我们今天要过着跟随基督、跟随耶稣的信仰生活。しかし今日の私たちは、イエス様に従う信仰生活を送らなければいけません。我们要找到信仰的本质。私たちは信仰の本質を探さなければいけません。而这信仰的本质是什么？ではこの信仰の本質は何でしょうか？查考圣经的道理。それは聖書のを調べることです。好，那圣经的道理里面内中有永生。そして聖書のこの教えの中には永遠の命があります。这个圣经的道理叫见证耶稣了。その聖書の教えというのは神を証しします。只有回到这一个圣经的道理里面来。この聖書の教えに戻ってきてこそ、我们才能够真正过着跟随耶稣的生活。私たちは神に従う信仰生活を送ることができます。好，那这一种跟随耶稣的信仰生活。この神様に従うこの信仰生活才能够创造出我们信仰真正的价值。私たちの信仰の本当の価値を生み出すことができるのです。才能够让我们真正在信仰当中体会什么叫做永生。私たちは信仰の中で本当の永遠の命は何かを体験することができます。也才能够延续我们属灵的生命到最后。なので霊的な命を最後まで伸ばし続けることができます。这是第三种未看神迹的人的动机。これが三種類目の、神様に従う人の動機です。好，那其他的我们下午哈再继续。その他については午後また引き続き、話しましょう。我们就把时间交给这个。